はい、どうも、シュウティービです。了解です。お願いします。お願いします。ということでですね、久しぶりということで、はい、大変申し訳なかったんですけども、はい、我々二人とも体調不良でございました。はい。物の見事にダウンしてます。すいません。ってことで、全然動画上げれなくて、いつだっけ ?2 週間 ?2 週間ぐらい前かな。ぐらい前だったかもしれないですけど。僕が死んだんで。復活してから約1週間経ちましたけど、まだ動画ができてないので、今日は謝罪ということで、はい、今日は申し訳ないです、今日からまたスタートしていくので、よろしくお願いします。まだまだね、コラボとか、取材とかいろいろ残ってるので、そうですね、ショーフェーズもまだ予定されてますもんね。そうですね、あるので今後出していくので、はい、今後とも、応援の方よろしくお願いします。お願いします。ということでね、2人ともねダウンしてたっていうことで、守備でもやろうか、体を動かそうかっていうところで、ちょっと待ってね、俺今日午前中はほぼ何もやらないって聞いてきてるんだから、はい、俺もこの格好だからね。はい、なのでね、これを持ってもらって、待って、じゃあキャッチボールからやろう。俺はこれはちょっとあのさ、終わったらちょっと待って尺が短くなっちゃうのが早く、ちょっと待って、取るだけでいいからね。そしたら今度逆交代、俺の守備で良平がノッカーという感じで、今日クリチ君がカメラをやってくれてます。クリチよろしくっす。ありがとうございます。ごめんね、この前ね。大丈夫です。最低だよな。いや本当にきつかったんだから。撮影来なかったしな。いや、しゃあないっす、体調不良なら。でもな、クリッチが大活躍して。そう、聞いた聞いた。ロンティのカメラマンもすごいね。そう、編集してたからさ、俺あのクリッチのやったやつ追うかと、うまと思って。そう、ぜひ、ぜひ S なんでね、今からちょっとノックするので、もう体を動かして、はい、まあ2週間ぐらいね、休んでたということで、はい、きつめにノックして、で、逆でしょ、動かしていきましょう。普通逆。はい、行こう。あ、やべ、ダッシュまで取りたかったわ。うわあ、痛い痛い。あれは怖いよ。グラブ下から出したのに入んなかったんだよ。あやばい、やっぱ息上がってきた。もう戻ってる。コロナかかった後よりきついかもしんない。2週間ってやばいね。あ、やべ、おい、こんな走らせなくていいんだよ。一応しないじゃん。翔平さん、はい、意気込みの方をお願いします。まあね、翔平さんにね、散々困らされたんで、ワンオペだったんでね、ちょっとマジでワンオペすぎて動いてなかったんですよ。基本こう運営とかやってたから、うん、基本 DS とかじゃないですか、うん、今日は楽しんでいこうかな。はい、お願いします。はい、あれ、これいけんじゃない、今日体軽いっすね、今日いけんじゃない、今日。はい、おっさんだからすごい靴が下がんない。軽いな、軽いっすね、今日いけそうじゃないですかね。このグローブがすごくいいんだよ。おー、前原さんで買ったやつなんだけど。おお。己極めってやつ。おお。うまく取れるんだよ。ありますんで。本田さんはね、なかなか難しい。この野手をやってなかった俺からしたら難しい。ああ。ほい。
ボックス型だからこう縦にこう入れないと。俺こう入れるからさ、縦でこう入れないと。はい、縦で入れようとすると入る、ちゃんと。これ基本こうだからさ、横に振っちゃうってことですか。そう、うん、ああいうだけ好きだからさ、こう引いて取れたら引いて、こうやってさあ、あーごめん、春は おー、ナイスキャッチ。魂死んでる、魂死んでるで。負け、いや、俺的にそんなんだから。そう、多分眩しいはず、身長あるんで。おお。お疲れ様でした。お疲れでした。いや、久しぶりにこんなに動きました。お疲れ様です。いや、よかったっすわ。カメラありがとうな。あ、いえいえ。いや、本当にできなかったんで、こういう撮影が。あ、はい。まあ、今回からまた復活して、いろいろこう体を張って、はい、やっていこうと思いますので、今後とも応援の方よろしくお願いします。全然動画を、上げれなくて申し訳ありませんでした。頑張りますので、応援よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。